なんかでも比較的割とおとなしくて最近おとなしいんですよ。だからちょっと母も心配してて。ご飯の食べは？ご飯もそんなにがっついて食べなくて、あのここでいただくあの特殊な あれはあんまり好きじゃないみたいな。そうか、それが好きじゃないんだ。全然あの丸け食べないわけじゃないんですけど、そんなに食いつき、ね、体重減ってないもんね。食いつきは良くない。減ってませんか、体重。50増えてる。8月の時5050だったけど、今5100だから。はい。うんちは毎日してます。毎日してます。おしっこは何回ぐらいしてるか。おしっこは多分3回とか、そのぐらいだと思います。はい。元気がちょっといまいちだね。はい。なんか、まあ、ちょっとあんまりあの母が体調崩してて あんまり構ってもらえないせいもあるかと思うんですけど、相変わらずちょっとあのトイレとは違うところでおしっこしちゃったりとか。まだしちゃいますね、はい、でも回数そんなに多くないわけだから、じゃあ結構な量出ちゃいますね。いや、あの現行犯で捕まえるとちょこっとだけですけど、ちょこっとだけです、気がつかないで置いとくとしっかりしてる時もあるみたいです。消えるんだもんね。じゃないとあんな結晶が出たらそのうち、いや、でも食べますよ、残さないから。残さないですか。諦めて、いつの間にか全部食べた。時間が経てばもうお腹空いて食べるとかね、はい、やった当初はね、知らんって。ちょっと興奮してるからお熱は 9.3 で出ました。あ、ただちょっと高いです。ちょっと高いけど、顔見るとだいぶ興奮してるから、そうするとこれぐらいのお熱にはなっちゃいますね。じゃあ、あまり心配しなくても。はい、目も綺麗ですね。ただお口がちょっと臭い。そうですね、お口がちょっと臭いな。なかなかあれ舐めはするけど、歯磨きが相変わらず。何歳なのこの子。今度3歳でしょ。舐めはするわけ。歯ブラシから舐めてます。あの指につけてやって、はい、から、まあ、前も話したけどさ、フードを手から食べます。あんまりそんなにフードにがっつかないので、あんまりそんなに食べないですけれども、お腹が空いてる時にさ、あの いきなりお皿でやらないで、フードから、フード手から、はい、一粒、二粒。そうですね。食べさせてほしいんですよ。食べてね、あんまり、ね、食にそんなに執着ないみたいな。全然興味示さない。いや、デンタルケアをしたいから。ああ、そうですね。それからなんかご褒美があればいいけど、そうするとまた栄養のバランス崩れて、また結晶出てくることもあるから、ね、あの、こうやってやってもなかなか。そう、ふんふんして終わりですね。そう。で食べさせる。そうですね。もう前から。前も千葉先生多分言ったんですよね。先生おっしゃってます。一口ご褒美。はい、手から食べたらとにかく褒める。褒めて触ってあげる。これが基本。そんでおいでっつって来てくれたら一口食べさせて褒めると、うん。これを毎日やってほしいんですよね。おいでっ て, おいでっつって食べさせてあげて。で、だからお腹空いてる時嫌な感じですよね。で、これを前後でやりながら、ね、おいでっつってご褒美褒める。ここでいろんな処置をする。それで終わったらまたご褒美褒める。でデンタルケアをやりたいわけだから、舐めるわけじゃないですから、この子なんとか、はい、舐めはします。だから歯ブラシからあの歯磨きペースと CT を舐めさせる、はい、
ただ舐めるだけ、はい、1週間、はい、それができたらマスルコントロール、マスルコントロールというのは軽く、こうやって軽く顔を持って舐めさせたい。その段階で顔疲れる、構わないよね。でそれができたら、まあ、そこで初めて舐めさせる、はい、前歯を軽くブラッシング、はい、でブラッシングもさ、とりあえず前歯1秒か2秒だけね、はい、もう撫でるように。でそれができたら今度1週間、全部1週間です。さあ今度臼歯だけど、臼歯は前臼歯と後臼歯があります。要は犬歯のすぐ裏の臼歯とほっぺたの裏側にある。いきなりおこをやろうと思ってもできないから、犬歯のすぐ裏の臼歯をちょっと軽く1、2秒、さあ今度は奥歯、一番奥の臼歯を1、2秒、全部1週間ぐらいやらなきゃ。でそれができたら多分10秒ぐらいできるから、これを20秒、30秒にする。先は長いですね。だけどそんな短期間でやろうと思ってももう3歳だから無理だから、で30秒まずとりあえず外側だけできるようになったらね、そしたら実を言うと最初はこう平べったいちっちゃいやつを使ってもらえればいいんです、ね、今ちっちゃいのがあります、うん、はい、でこういうちっちゃいのを使ってもらって、この二重の長さになってるヘッドのちっちゃいやつ、これはなんで二重の長さになってるかっていうと、歯があってこう歯茎がこうあると、ここにこの歯と歯茎の隙間のことを歯周ポケットって言うんですよ、はい、ここに溜まるんですよ。そう、ここに悪玉菌がたまるんですよ、はい、悪玉菌がね。でこの悪玉菌って空気が嫌いなの、はい、空気嫌い、空気が嫌いなあの細菌のことを嫌気性菌って言うんですけど、そうすると、まあ、歯の外側をやってこの歯と歯茎の間にこうブラッシングできると、ブラシの先が歯周ポケットに入ってこの中に空気が送り込まれると、この悪玉菌が弱る。でよく口が臭いのは口臭がするのは歯周病って言いますよね、はい、だけど歯周病って2つあるんですよ、大きく言うと歯肉炎と歯周炎、はい、歯肉炎とそれから歯周炎、字は似てるけどこの辺の炎症は歯肉炎です、はい、これは治ります、はい、だけど歯を支えている骨がありますよね、歯周ポケット、はいはいはい、骨を越えて炎症が起きちゃうとこれ歯周炎だ、うん、これはもう歯にかないと治せない、うん、まあ歯周炎にはまだなってないと思うんだけど、このまま行くとなっちゃうんですよね、うん、で30秒できたら今度は歯の外側できたら歯周ポケットの外側で、それができたら歯の裏側、そうすると多分30秒で終わらない、やっぱり1分から3分ぐらいやれるようには2ヶ月ぐらい先になってほしい。もう一回私、はい、さあそんでちょっとだけで、それとこの子はあれかな、爪と肛門線も、爪と、はい、肛門線と先にちょっと歯1回やってみようかな、どんだけできるか。はい、うん、まあここではそんな無理はできませんけど、でも舐めてはくれるわけでしょ。はい、舐めます、割とそれは好きです。だからマスルコントロールしてから舐めさせておいて、前歯をこうとりあえず軽くね、で奥歯も全臼歯ぐらいまではいけるよね、後臼歯がちょっとまだ無理そうだから軽くですけど、こんな感じでやってもらうといいと思いますね。よし、こっちだけ、ね、唐辛子をか。